バルドサウルスのトカゲの意味は白秋前期に生息した二足歩行で、装飾のイグアノドンティアに分類される、長脚類恐竜の属である。化石は、ワイト島などのイングランドで発見されている。19世紀、ウィリアム・ダーウィン・フォックス氏はワイト島南西部の海岸に、あるカウリーズ・チャインで小さな大腿骨を収集した。1868年、フォックスは、 不正確にも1848年にギデオン・マンテルが発掘し、イグアノドンの化石としたものと同じ個体のものであるとした。マンテルの化石は1869年に親属ヒプシロフォドンと命名された。両者の大腿骨は無関係であるが、大英自然史博物館に BMNHR184 及び BMNHR185 として収蔵され、 一般的には、ヒプシロフォドンのものとされていた。しかし、1975年に、ピーター・ガルトンは、ドリオサウルスの新種として命名し、ドライアソリス・コナリキア・レイトスとした。種商名は、ラテン語で、小さな溝を持つを意味し、大体骨株の,の間の明瞭な溝に言及した、ものである。1977年、ガルトーンは、この種に、新たな俗名を命名した。 バルデソリスという、この俗名は、発見地である、ウィールド草群にちなみ、ラテン語で、ウィールドのを意味する、バルドスから派生している。そのタイプ種として、D コナリキアレイトスは、V コナリキアレイトスと改名された。第二の種 V ナイジェリエンシスは、1982年、ニジェールのより新しい年代の堆積岩から、発見された化石に基づいてフィリップケにより、記載された。 この種は後に、独自の属エルラゾサウルスへと移されている。1988年、ウィリアム・ブローズは、不注意にも動物賞のリストに掲載することによって、別の種ワルデソリス・レクストラポダを命名した。しかし、これは単なる誤りであり、この種は一切支持されていない。記載を書いているため、裸である。ヨーロッパに禁煙種を持つアメリカの種である、 ドリオサウルスが命名されたがヨーロッパで発見された、ほとんどのドリオサウルス科の化石は、バルドサウルスのものとされることになった。バルドサウルスはイングランド及びウェストサセックスのヘイスティング層のみならず、ルーマニア及びスペインにも生息していたようだ。これらの元層層助単元は、ベリアスキからバーレムキである。V. コナリキアレイトスは、大腿骨のみが知られていたものの、 部分的な首から、後の骨格と歯骨、歯の標本が後に加えられた。しかし、2009年に、ガルトンガバルドサウルスの化石についての批判的な再評価を行い、イングランド以外から発見された化石に確実に、この属物とできるものはないと結論した。それゆえ、V ナイジェリエンシスを、独自の属エルラゾサウルスへと分類した。 すべての頭部の化石と葉を含む多くのイングランドで発見された標本でさえもバルドサウルスのものであるかは不確定であるとした。上部イールデンクレイル層で発見された後足や骨盤がブイコナリキュアレイトスのものとされている。またヘースティング層前期の化石はバルデソリス SP とされている。カルトンはオーウェンが1842年に イグアノドンのものであるとして記載した大腿骨標本 BMB004297 から004300が初めて記載されたバルドサウルスであったと確証した。またタイプ標本の大腿骨は非常に小さく長さ1 4トルほどであるが、これは幼い個体のもので、生体は中程度の大きさの伸長脚類となり、 大体骨は50センチメートルほどであっただろうと強調しているマルトンはバルドサウルスをヒプシロフォドン化に分類した。しかし、この分類群は多系と同じ二的分類群であり、一般的は放棄されている。現在では一般的にドリオサウルスカに属すと考えられている。ありがとうございます。